私の強みはマネジメント力だと思っています。将来的に御社のプロジェクトだったりとか、チームだったりを率いていけるような存在になりたいと思っています。よろしくお願いします。これすごいストレスがかかって、嫌だなって思った瞬間とかって、何かあります？どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということですね、今回は JobTV さんとのタイアップ企画なんですけども、内定への登竜門という企画で、実際の就活生が自己 PR をして、まあ、大人の方3名に、プレゼンをします。その3名の方が、まあ、一緒に働きたいと思ったら即内定が出るという形の企画になっております。ということで、本日就活生として来てくださった稲山くんです。はい、任用卒就活生の稲山と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回面接をしてくださるご三方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、みなみさんから簡単に自己紹介お願いします。はい、世界一お金の道場で YouTube をやってます、みなみと申します。本日はよろしくお願いします。お願いします。株式会社ベクトルの JobTV キャリアアドバイザーの室賀と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。株式会社オクリバントの高山です。なんで呼ばれたか分からないです。よろしくお願いします。ということで、じゃあ今回は稲山くんから自己 PR していただいて、いくつか質疑応答をさせていただいて、一緒に働きたいかどうかっていうのを皆さんに判断いただけたらなと思ってます。ざっくり尺としては、まあ、30秒から1分ぐらいの自己紹介および自己 PR をちょっと簡単にしていただけたらなと思ってます。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします、はい、私の強みはマネジメント力だと思っています。で、このマネジメント力っていうのは、いろんな関係者を巻き込んでいきながら物事を成功させることだと思っています。具体的に発揮したエピソードとして、予備校でのアルバイトがあるんですけれども、冬休みの期間の高校2年生を対象に長期合宿っていう新規プロジェクトを立ち上げまして、そちらのリーダーをさせていただいた経験になります。具体的にこの冬休みを生徒たちの受験の転換点にしたいっていう大きな目標を掲げまして、そのための努力をせざるを得ない環境を設定するみたいなところで、グループごとに競うランキング制度みたいなものを作った長期合宿っていうものを立ち上げました。で、最終的に他の企画だったりとか、他の生徒さんと比較しても圧倒的な努力量の向上だったりとか、成績の向上っていうのを叩き出すことができたっていう形です。で、このような経験で培ったマネジメント力っていうのを生かして、将来的に御社のプロジェクトだったりとか、チームだったりを率いていけるような存在になりたいと思ってます。よろしくお願いします。以上です。お願いします。なぜ予備校でのアルバイトを選ばれたんですか？そうですね、予備校でアルバイトを選んだ理由は、2つぐらいあるんですけれども、1つが初日からなんか価値を発揮できるかなっていうのがありまして、この僕がやってた予備校ってそこに通ってて、その人がそのままスタッフになるっていう生徒だったんですけれども、それまで受験で培ってきた知識だったりとか、それこそその予備校を利用していたことによる知識みたいなところが、初日から生徒たちに入って発揮できるっていうところで、やっぱり他のアルバイトとは違うかなっていうところと、あと単純に居心地が良かったみたいなところが2点目っていう形です。はい、はい、私からですね、マネジメントに関する質問なんですけど、はい、マネジメントっていうのはおそらくチームメンバーのマネジメントと、はい、あとお客さんのマネジメントがあるんですね、はい、こうやっぱメンバーのモチベーションが落ちた時っていうのがあると思うんです、はい、そのモチベーションが落ちた時にどういう工夫をしてどういう接し方をしたのか、はい、この2つどうですか？なるほど、そうですね、じゃあチームメンバーの モチベーション管理みたいなところで申し上げると、やっぱモチベーションが落ちてしまった時は、ワンオンワンで面談組んだりして、なるほど、で、なんでそのモチベーションが下がっちゃってるのかっていうのをまず聞いていって、はい、で、ここでやることがあなたにとっても意味があるんだよみたいな形で、もう一回、意義というかモチベーションを見出してもらうみたいな形で対応したかなと思います。なるほど、対応したんですよ。生徒のモチベーションが下がった時みたいな形ですと、はい、このままだとやばいよっていう危機感を煽るっていうのがまず一つあるかなっていうのと、あとそれでもダメな場合は、なんか一回寄り添うというか共感から入って、けどやっぱ今努力しないとまずいから一緒に頑張ろうよみたいな形で、その伴走していこうみたいなアプローチとかがあるのかなとは思います。はい、はい、わかりました。これをやってる時が一番楽しいってことは、パソコンで作業をしている時がなんか一番やっぱりハードワークしてて、そのハードワークしてるのが負荷がかかってるなっていうのを感じることができて、なるほど、なんか楽しいというよりも振り返った時に今成長してるなって思えるからこそ、ためになってるなみたいな感じです。なるほど、はい、要はそうやってためになることが一番、あ、そうですね、はい、めちゃめちゃいいじゃん。パワポで資料作ってるとか、そういうか。そうですね、パワポで資料作ったりスラックでやり取りしたりエクセルいじったりみたいな。マジで羨ましいな。そうですね、はい、質問、はい、いいですか。はい、もう角度変えます、はい、予備校のエピソード以外でマネジメント力が発揮されたシーン、なるほど、教えてください、はい、遊びとかを企画するっていうのが、一つマネジメントなのかなとは思います、はい、
まあ、なんかどういうことをやろうみたいな、その、まあ、ある種目標みたいな、楽しもうみたいな目標があって、はい、でそれがちゃんとできてるかどうかの進捗を把握するとか、まあ、みたいなところでいくと、まあ、そういった遊びを企画することが一つマネなんかアルバイト以外でのマネジメントなのかなとは思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今ってなんか就活とかどうですか？なんか業界ですとか、はい、今専攻進んでるとかございますか？まあ、正直なんかどこがいいとかビビッときてるところっていうのがなくて、とりあえずなんか一社選んで早くそこで働きたいなみたいなのが今の現状としてあるので、まあ、モチベーションが下がってるっていうのもあるんですけど、でもめっちゃ就活してたんですよ。はい、はい、夏休み本当にあの6日間ぐらいしか遊べなくて、それ以外はずっとインターン行ったりとか。マジか。何社ぐらい行きました？30社出して13社参加したみたいな感じ。ちなみにダイアリーでもインターンしてると思う、はい、それ13社に入ってない。すみません、入ってない。いや、長期インターンですか？あー、確かにね。稲山君的にダイアリーはどうですか？はい、もうファーストキャリアでは多分選ばないかなと思ってるんですけど、まあ、理由は明確にあって、はい、このままスタートアップ入って価値を発揮できるほど自分の実力にそんなに自信がないので、うん、もうちょっと規模感の大きいベンチャー企業だったりとかで経験を積んでから、まあ、もし行くのであればスタートアップ行くだったりとか、うん、自分の起業するみたいな形でやっていくと思うので、まずファーストキャリアでスタートアップ選ばないかなと思います。はい、めちゃめちゃしっかりしてるから、すごい営業力があるというか、営業はちゃんと来てくれって思ったもんね。すごいね。あ、私じゃあ、はい、基本的に真面目でコツコツ頑張る努力系なのが分かったんですけど、はい、逆にこれすごいストレスがかかって嫌だなって思った瞬間とかって何かあります？カフェでアルバイトしてるんですけど、はい、その接客がすごい自分に今ストレスがかかりまして、ほとんど関わりのない第三者の方に、はい、なんか笑顔で明るく接するっていうのが、はい、うまくできない。あ、でもそれは大事な価値観だと思いますので、はいはい、それは絶対忘れない方がいい、はい、だから知ってる人と深い関係を築くのは嬉しいけど、はい、接客業はできません。そうですね、はい、接客業はちょっと多分向いてないから、はい、でもそれは大事なことですよ、はい、でもやめないって。大学終わりまでやっちゃうって最初に言っちゃったんで、とりあえず年度内は続けるかなと思います。偉いね。逆になんか採用したらこんなメリットがありますみたいな、はい、僕を採用したらこういうメリットがありますみたいなって、もしあったら、はい、2つあるかなと思ってまして、1つがなんかプレイヤーとしてあの1年目からちゃんと頑張りますっていうのと、2つ目が将来的にちゃんとマネージャーとして引っ張っていきますみたいな形なんですけど、1つ目はプレイヤーみたいなところでいくと、あの大学時代にそのアルバイトでマネージャー視点で働いてたので、1個2個上の視点で働けるっていうのと、まあ、ちゃんと自分で期限設定したりとか自走できるかなっていうところで、まずプレイヤーとしてちゃんと働けますっていうところと、まあ、将来的にマネージャーになった時に今までマネージメント経験があった分、僕と同じぐらいの年代の人をアサインするよりも、まあ、早くキャッチアップできて早くバリを出せますよみたいなところは採用するメリットかなと思います。じゃあということで、結果発表の方に移れたらなと思ってます。じゃあお手元の札の即泣いてごめんなさい面談からっていうこの3つの、札があると思うんですが、いずれかを選んでいただけたらなと思います。はい、せーので上げていただけたらなと思います。はい、ではいきます。せーの、せーの、おー、ごめんなさいごめんなさい即内定ということで、まあ入ってもらえないだろうけど。じゃあまず高山さんからお願いします。広告会社なんですね。はい、例えば吉野家の CM を撮ろうと思った時に、すごく吉野家のことをたくさん考えなきゃいけないんですよ。うん、しかも冷静にいろんな角度から、はい、今何が不足してるかとか、うん、そういうことを考えられる人が好きなんですね。資料とかもすごいそれのことに対してまとめて作ってくれるわけでしょ。そしたらもうなんか営業的にも最悪俺だけは決まるじゃんとか考えるとすごくいいなって思ったら、うん、来てくんないだろうけどねっていう、まあ条件によるんじゃないですか。まあ大した条件も出せないからだから本当に素敵だな人だと思いました。ありがとうございます。ごめんなさいの室賀さんと南さんにちょっとお聞きしたいなと思ってます。このごめんなさいは本当褒め言葉で、はい、こちらが受け入れられる環境を準備できないっていうところが大きいので、無我夢中に来たものを打ち返すっていう環境なので、環境とマッチしてないだけで個人的にはすごくサポートしてもらいたいなっていう気持ちで、あとはもっと自信をつけて本当にいいと思いますので、なんか自信つけると企業の視野が広がるかなと思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、前提として今室賀さんおっしゃってくださったように、まずそもそも就職活動というのは優秀だから受かるというわけではなくてマッチングなんですね。はい、マッチング何かっていうと、採用した側も幸せだし
採用された側も幸せ、どっちも幸せになること、これが一番大事なことなんですね。だから採用される側としてはどんな時に自分の人生のモチベーションを感じるのか、やる気の源泉みたいな、それをちゃんと言語化してくれて、そのモチベーションの源があるのであれば、うちの会社で働いてくれたら採用した側も採用された側もどっちもハッピーだよね。これが一番理想の形なんですね。決定的に悪いところはそのモチベーションの源泉が言語化できてないと、普通者は分からないんです。分からないからごめんなさいになるんですよ、っていうのが一番の理由です。全体的なプレゼンテーションの話でいうと、やっぱり短い時間でガッて心を掴む訓練は足りてない。面接が終わった後に、あれ彼何言ってたっけなって何も覚えてないんですよ、こっちは、っていうふうにそこはちゃんと言語化してください。すごい面接の勉強になってる。すごいな、マジですごいな。ありがとうございます。桐山くん、感想はいかがですか？はい、そうですね、めちゃくちゃ勉強になったなっていうところで、まあ、ただその一点につけるっていうか、私もなんか自信をつけようみたいなところあったと思うんですけど、うん、僕自己認識として、まあ、自信がない人間っていうのをもうすでに認識してしまってて、俺も、はい、なんかね、自信が徐々についてきてる、はい、30ぐらいから別なくて、だからつくこともあると思うよ、もしかしたら、うんうん。ということで、今回稲山くん実際めちゃくちゃ優秀な就活生だと思うんですけど、行きたい企業がないとか、やりたいことがまだないっていう悩みの方には、室賀さんが運営されてる JobTV というサービス、自己 PR の動画を上げて、スカウトが来るというようなサービスなので、ぜひ使っていただけたらなと思ってます。ちなみに動画上げるのとか抵抗ありますか？そうですね、自分が出てる動画とか見るの好きじゃないので、はい、動画選考があると全部切ってしまうみたいなところ、へー、動画ちょっとすごい苦手なんですけど。いや、気のせいですよ、大丈夫です。なるほど、はい、それはバイアスかけない方がいいですよ。ドアを開けましょう。ドア開けた方がいいですよ。ドアを開けるために何が必要ですか？室賀さんからジョブ TV のなんか特徴とか、ここがいいみたいなのをちょっと簡単に教えていただけたらなと思ってます。はい、ジョブ TV は無料で企業説明動画を見ることができて、かつ一括エントリーもできます。合わせて動画を使って自分の PR もできるので、企業からスカウトも届けますし、あとはキャリアアドバイザーが内定承諾、内定使うところまでフォローしますので、ぜひご活用いただければと思います。ということで、本日は貴重なお時間をいただいてありがとうございました。皆さんの、ジョブ TV さんのリンクは下の概要欄に貼ってあります。あと皆さんのリンクも下の、リンクに貼ってるので、よかったら登録とフォローお願いします。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。